ご視聴ありがとうございます。今回は埼玉県行田市に鎮座する行田の総鎮守行田八幡神社を参拝します。行田八幡の創建の時期は不明ですが、平安時代中期に源頼義、源義家が奥州討伐の際に戦勝を祈願して勧請したと伝えられています。当初は田中八幡と呼ばれていましたが、天文年間に現在の場所に移されました。江戸時代には代々の推し城主から崇敬され、城主八幡や西向八幡の名で呼ばれました。現在の社殿は平成元年に竣工しました。はじめに行田市は埼玉県の北部に位置していて、人口は約8万人です。行田市内には稲荷山古墳を皮切りに埼玉古墳群が築かれ始めると、各地で中小の古墳が作られました。また戦国時代初期の西暦1478年頃、行田周辺の武蔵武士の中から現在の熊谷市上野を本拠地とする豪族成田氏の成田将統秋康の父がこの地を支配していた上杉家に属する押一族を滅ぼし、押城を築城したと言われています。行田市は旅の町としても知られており、和装文化の足元を支え続ける旅蔵の町行田が日本遺産に認定されています。行田市の名物料理はゼリーフライや焼きそばが有名で、おすすめのお店としては金付き堂や駒形屋があります。どちらも行田市内にあり、地元の方々に愛されているお店です。ぜひ足を運んでみてください。行田八幡神社の御祭神は応神天皇である本多分皇命で、犬の月の12月、イノシシの日の14日に生まれ、100歳を超える長寿であったということから、古くから犬の八幡として慕われていました。行田八幡神社は封じの宮とも呼ばれており、岩封じ、虫封じ、ボケ封じなどの特別祈願を執行しています。岩封じは、癌の併癒や予防、転移防止などの御神徳があるとされ、虫封じは子供の夜泣きや肝の虫を封じる祈願で、虫封じのお札を首にかけると効果があると言われ、またボケ封じはお年寄りのボケや認知症を封じる祈願で、ボケ封じのお札を枕元に置くと効果があると言われています。行田八幡神社の境内には摂末社として大国主神社、恵比寿神社、愛宕神社、笠森稲荷社、目の神社、三峯社、水神社が鎮座しています。行田八幡神社は9月15日に例大祭を行っていて、毎月1日と15日には月並み祭があります。その他にも節分や彼岸などにも各種行事があります。行田八幡神社は JR 高崎線行田駅から徒歩約15分です。駐車場もありますが、台数に限りがありますのでご注意ください。八幡宮は6世紀中頃の古墳時代に八幡狼を初めて見たとされる大賀の比企の命が創始し、初代大宮司となった大分県宇佐市に鎮座する宇佐神宮が発祥地であり、全国の八幡宮の総本社とされています。また平安時代中期の清和源氏源頼信以降に勧請創建された八幡宮も多く、八幡宮や八幡神社は全国に約4万4000社あります。八幡宮は応神天皇の御代に八幡神が応神天皇の軍勢を導いたことに由来するとされ、日本の歴史や文化に深く関わっている神社の一つで、応神天皇の降誕の際に8つの旗が降りて産屋の上を覆ったと言われ、また赤旗八流がたなびいていたという伝承も残っています。戦国時代の八幡信仰は八幛神を戦の神や仏教守護神として崇敬し、八幛神は応神天皇の神霊とされ、清和源氏や桓武平氏などの武家から武運の神として広く信仰されました。多くの武将が八幛神に祈願したり、自らを八幛神の末裔と称したりしました。織田信長は石山本願寺攻めの際に石清水八幛宮に参詣し、豊臣秀吉は自らを新八幛として祀るように遺言しています。江戸時代になっても八幛神は武運の神として源氏や足利氏、徳川氏などの武士の氏神として崇敬されて、全国に多くの八幛神社が建立されました。また江戸近郊には江戸八所八幛宮と呼ばれる主要な八幛神社があり、参詣する人々も多かったです。そして八幛信仰は江戸時代に日本で最も影響力のある信仰となりました。その背景として、徳川家康は石清水八幛宮の鳥居前町八幛市内にある正法寺にゆかりのお亀の方を側室とし、八幛宮神霊の保護を図り、徳川家光は石清水八幛宮の大規模な社殿の増大がなされ、今にまで残る社殿群が建立され、石清水八幛宮から分霊を勧請して江戸城内に豊島岡八幛宮を創建し、徳川家綱は石清水八幛宮に参詣して祈願した際に神託により徳川の姓を授かり、徳川吉宗は石清水八幛宮の大塔や本殿などを修復したことが挙げられます。
行田八幡神社にはなで桃と呼ばれるパワースポットがあり、この桃は狼澄の命という神様が宿っているとされ、桃をなでると病気や災難から守ってくれると言われています。古事記によると、イザナギが亡き妻のイザナミを連れ戻そうと死者の国である黄泉の国に赴きますが、失敗して四つ仕込めや八柱の雷神、四つ戦の軍勢に追われます。地上との境にある四つ平坂の麓まで逃げてきた時に、そこに生えていた桃の実を3個取って投げつけると、雷神と四つ戦は撤退していきました。この功績により桃の実はイザナギから狼澄の命の神明を授けられます。そして汝我を助けしがごとく芦原の中津国に、あらゆる美しき青人草の苦しき背に落ちて寒へ悩む時、これを助けくべしと言います。これを現代の言葉に直すと、お前が私を助けてくれたように、地上世界のあらゆる命ある人々が苦しみの激流に落ち、悩み悲しみ苦しむことがあった時には、これを助けてやってくれと命じられました。桃は太古から桃太郎伝説に表されるように、悪鬼を打ち負かす力を持った神聖な果物とされてきました。なで桃は授与所でなで桃守り、願掛け桃絵馬、なで桃ハンカチなどの形で購入することができます。なで桃守りはお守りについている桃を日々撫でて身につけて持ち、願掛け桃絵馬は悩み事や願い事を書いて神前にお供えします。なで桃ハンカチはハンカチで境内のなで桃を撫でて持ち帰り、ご神徳をいただきます。また境内では週替わりで花手水を鑑賞することができます。花手水御朱印というカラフルな御朱印も期間限定で授与しています。最後に、今回は今話題の Bing AI チャットを使ってナレーションの解説文を作ってみました。多少のアレンジは加えてますが、 AI の進化はやばいです。マイクロソフトの Bing はスマホアプリもあって、チャット GPT より使いやすく、いつも 2,3 日かかる台本をあっという間に作ってくれました。すごすぎます。そしてエンディングは、映像が暗くてお蔵入りしていた東京都杉並区に鎮座する荻窪八幡神社の映像で締めたいと思います。八幡神社は本当に多く、武家の崇敬を集めていただけあって、立派で規模の大きい神社が多いです。荻窪八幡神社はいずれまた参拝して、綺麗な映像に解説をつけてアップしますが、今回は夜の神社の幻想的な雰囲気を楽しんでください。
too.